はい、皆さんこんにちは。小春子の木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は3月権利確定、必ず押さえるべき厳選高配当銘柄と題してお送りいたします。今回は総合商社の丸紅、証券コード8002についてお話しします。丸紅は穀物、紙パルプ、エネルギー、プラント、輸送機、農科学など幅広い分野に強みを持つ総合商社です。さて、株価の話に移りましょう。先週末の情報では丸紅の株価は 2414.5 円で、前日比では 32.5 円の上昇となりました。しかし年初来高値は 2705 円、安値は 1476 円ということからも、この1年での価格変動の幅を感じ取れます。チャートを確認すると、2023年前半は上昇基調、後半はレンジ内での動きが見られます。ただ2月9日に2日線が25日線を下抜けるデッドクロスが見られるため注意が必要です。配当ですが、今期の配当額は87円と予想されており、配当利回りは 3.4% です。過去数年の配当額を見ると、2022年3月期は62円、2023年3月期は78円と増配傾向です。このように丸紅は安定した配当を提供し続けており、長期投資においても選択肢の一つとなり得るでしょう。それでは AI による株価の予想です。現在の株価 2414.5 円に対して目標価格は2702円で、約 11.9% の上昇余地があります。総合商社なので為替の動きにも注目したいですね。次に三菱 HC キャピタル、証券コード8593についてお話しします。三菱 HC キャピタルは業界大手の総合リース会社です。先週末の株価は 1022.5 円であり、 3.5 円の上昇でした。この銘柄の配当情報を見ると、予想配当額は37円で、予想配当利回りは 3.6% となっています。また予想配当成功は 44.3% で、配当の権利確定月は3月と9月です。過去数年の配当推移を見ると、何年も連続して増配を行っていることがわかります。こういった状況から、三菱 HC キャピタルは安定高配当銘柄として以前から投資家に注目されています。チャートを確認すると、昨年来の高値は1088円、安値は635円であり、おおむね上昇を描いています。それでは AI による株価の予想です。現在の株価 1022.5 円に対して目標価格は1050円で、約 2.7% の上昇余地があります。三菱系でもあるため、安定的な高配当を目的とした購入が考えられますね。次に三菱ケミカルグループ、証券コード4188について確認しましょう。三菱ケミカルは化学製品の製造販売を行う日本の大手化学企業で、高機能材料や健康、医療関連、環境、エネルギー関連製品を提供しています。この会社は三菱ケミカルホールディングスの中核企業として、持続可能な社会の実現に向けた様々な取り組みを進めています。株価の昨年来高値は987円、安値は670円でした。配当については、今期の予想配当額は32円で、先週末の株価に対する配当利回りは約 3.7% となっています。過去数年間の配当履歴を見ると、配当額は徐々に増加傾向にあり、企業の利益還元姿勢が見て取れます。それでは AI による株価の予想です。現在の株価 852.1 円に対して目標価格は 965.4 円で、約 13.3% の上昇余地があります。こちらも三菱系で、株価と配当で安定した収益が見込めそうですね。次にホンダ、証券コード7267の情報を詳しく調べました。通称ホンダ、ホンダ技研工業はオートバイで世界首位、自動車でも世界上位にあたる企業で、小型ジェット機も生産しています。先週末時点でのホンダの株価は1752円であり、前日比で 30.5 円上昇しています。配当に関して、ホンダは1株当たり58円の配当を行う予定で、そうした場合配当利回りは 3.3% となります。過去の配当を見ると、配当額は40円前後であったものが、
一気に 50% 近くの増配となります。配当成功に関しては2024年3月期で 29.2% と予想されています。それでは AI による株価の予想です。現在の株価1752円に対して目標価格は 1834.7 円で約 4.7% の上昇余地があります。業績も上昇基調にあり、今後が楽しみな銘柄ですね。最後に KDDI 証券コード9433についてお話しします。このチャンネルで何度も取り上げているおなじみの銘柄ですね。まず株価について、昨年来の高値は5080円で安値は3825円でした。株価の変動幅を見ると結構な幅がありますが、おおむね上昇基調であることがわかります。次に配当に関してですが、予想配当額は140円、予想配当利回りは 3% を超えています。変更の発表がありましたが、株主優待もありますね。それでは AI による株価の予想です。現在の株価4591円に対して目標価格は4885円で約 6.4% の上昇余地があります。株価の上昇よりも安定した配当と優待を焦点とした投資が良さそうですね。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。また今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は高評価のボタンをクリックしていただけると今後の動画作成の励みになります。その他ご意見ご要望などあればぜひコメント欄にご記入ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。